はようございます。釣り子 TV です。最近巷を騒がしている大人気ルアーミノーね、ということでね、これ一つ買ってきてみましたよ。西根、ルアーワークスのですね、エリー 115SD っていうことで、これがね、釣り具屋さんにちょうど並んでいたんで、まあ、こんな感じのね、パッケージに入っていて、それでもってね、金黒が欲しいなーと思ってね、探して、今回はね、この金黒ね、こんな感じの色を買ってきてみました。じゃあね、どんなルアーなのか、ちょっと開けていきたいと思います。エリー115ってね、あ、後ろちなみにね、こういう感じで、説明書きが書いてあります、ね、これいいですね。後ろのこの感じもかっこいいし、かっこいいっていうより何よりね、なんか最近やたらよく釣れてるなっていうのはSNS とかでね、見かけるんで、引き欲しいな。はーい、針がこれ最初から結構強力ないい針がついてますね。はい、じゃじゃーん、こんな感じなんですね。はい、この激戦区ですよね。11センチ台のミノーっていうと、メガバスであればワンテンであるとか、はたまたOSP のね、バルナとか、そういう感じでこの、人気なね、もう名作ミノーがいっぱいある、そういうところなんですけども、そこにね、新しくこのエリーっていうのがね、選択肢としてプラスされたよっていうことですね。で、今ちょっとこう傾けたりしてわかるんですけども、音がね、結構ねごとごと音がするミノーっていう感じですね。寒い時期のこの11センチ台のミノーで、釣るのが、なんていうか、食性に訴えるっていうよりも、この、やかましいっていう感じのね、ごとごと音であるとか、じゃらじゃら音であるとか、そういったので、リアクション的に、もうっていう感じで、口を使わせる。そこら辺がね、結構ね、効いてくるんだよ、なんていうのを教えてもらったことがあって、そこでね、どちらかっていうと、ワンテンがスッスッスーっていう感じで、静かめ。そしてまたいろんなスペックによって違いがあるんですけども、オリジナルな感じの、例えばバルナーであれば、ちょっとね、ジャラジャラ音がするなっていうね。で、そこに来て、このエリーはこのグイグイに水を押しそうなリップと、それとこの独特なゴトゴト音、あとね、これね、特徴的なウェイト調整ができる重り、これかっこいいですね。こういうのがついていて、まあ、ここら辺でその浮力調整ができるよっていうことなんですけども、ここら辺を使い分けて、それでもってね、春先の、もしくは冬のきつい時期のブラックバスを狙うね、そういうのに武器になるよっていうことにね、教わって、これ一つ買ってみました。ほんとね、SNS とか見てると、房総の、例えば、豊草であるとか、あと三島であるとか、そういうところでね、通常だと結構まだワームでね、じっくり狙うような、そういう釣りじゃないと魚触れないのかなと思いきやね、こういう、まあ、そんな小型でもないミノーを、アピールさせて、それでもってね、魚を取っていくっていうのがね、最近ね、巷で流行っていて、ね。あとはこれの側面とかが結構フラットな面も大きいので、水もね、ほんとすごい押してくれそうなので、具体的には結構春先の、霞水系なんかでね、使ってみたいなっていうね。あとは、まあそうですね、この浮力調整なんかを利用して、それでもってね、房総のリザーバーなんかもね、これで投げ込んでみたいなと思って、買ってみました。まあ、使うタックルは、そうですね、ミディアムからミディアムヘビーパワーぐらいの、比較的曲がる竿で、それでベイトタックルでね、グイグイね、ジャークしたり、ただ巻きしたり、そんな感じの使い方になるのかな、ね。ラインはまあ、10ポンドかね、12ポンドぐらいで合わせてみようかな、というふうに、今妄想しております。で、とにかくね、こういう感じで、結
ミノーなんだけど、なかなかね、こうボディとかが太かったりね、あとこのリップ、丈夫そうなリップですね、ここら辺が、相まって、ほんとね、水をね、グイグイに押してくれそうだなっていうね、そんな印象があります。まだね、買ってきたばっかりなので、この後ね、釣りに行くことがあったら、そのね、各ね、使い心地とか、まあ、実際に魚もね、かけてみたいですね。トリプルフックで非常にね、フッ素加工かな、強力な針が最初からついているので、これね、市川のね、フッ素加工の針がね、標準装備で最初からついてるんですよね。もう箱から開けて、こういう使い出の良さそうなスナップもついてるので、そのまま結んでね、速攻で釣りが開始できるっていう感じがね、嬉しいじゃないですか。はい、というわけで、結構ね、いろいろな機構が、満載だと思うんですけども、まあ何よりね、このゴトゴト音が結構厳しい時期の魚をね、効果的に誘い上げてくれるっていう、そういう噂で買ってきてみたので、実際のね、釣り場で投げてる感じでね、これの魅力とかもまたお伝えしていければなと思います。はい。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、西根ルアーワークスのですね、エリー 115SD、 これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。